一席お付き合いを願いますが、この頃は乗り物が大変に便利になりまして、旅行も随分と簡単に遠くへ行かれるようになりまして、何しろ飛行機なんていうものがありますから、日のうちに、想像もできないほど遠くの方へ簡単に飛んでいかれる、もっともその、ただ飛んでいくだけじゃ面白くありませんでね、方々行って見物をするという、ただどうも、地球上でぼんやりしてたんじゃ面白くないから、一つ宇宙へ行って、お正月でも迎えたらどんなにいいだろうって、宇宙の元日なんてな、これはおめでたいですからね、銀河新年ってぐらいのもんでね、そこへ行きますと、この昔のいわゆる旅というのは大変で、乗り物ってましてもせいぜいカゴかんまぐらいのもんで、大概はわらじ履きで辺りの景色を眺めながらぶらぶら目的地へたどり着こうという旅人は、雪暮れ岳の村すずめ、泊まりては立ち泊まりては立ち、そこに何とも言えない旅の味わいがありまして、ごめんください、ネズミ屋さん、ごめんなさいよ、へえへえ、いらっしゃいわ、お客様で泊まっていただけば、ありがとうございます、せがれがお願いをしまして、どうぞこちらへお入りくださいまして、早速おすすぎを取りましてお御足を洗うはずでございますが、あいにく私が腰が抜けておりまして、ああそうかい、そこに桶がございます、脇に履き替えの草履がございますんで、裏の小川でお御足をどうぞお笑いくださいまして、ああなるほどね、お父っつぁん、履き替えの草履ってのはこれかい、片っぽ鼻緒が切れてるよ、ああさよですか、では片方でぴょんぴょん、うさぎだね、いやいや、あんな綺麗な流れがあるんならね、わざわざすすぎ何度取ってもらうより気持ちがいい、あおじさん来てますね、うちすぐ分かりましたか、ああ坊やか、じきに分かったよ、おじさん、あのご飯食べますか、お前変なこと聞くもんじゃないよ、旅籠へ泊まりゃご飯なんぞ食べるのは当たり前だろ、これから支度したりしてると遅くなりますから、お寿司でもそう言ってきましょうか、うんうん、寿司かい、そうだな、たまにはお寿司もさっぱりしていいな、どのくらいそう言ってきます、5人前もそう言ってきましょうか、5人前、いやおじさんはな、そうは食べらんない、いや私もお腹空いてますしね、お父っつぁんもお寿司好きですから、なんだかお前の言うことは行き届いて、ああよしよし、面白い子供だな、子供はそういうとこが値打ちだ、じゃあここにな2分あるからね、これでお酒を2升とな、あの私お酒飲めないんや、お前に飲ませようってんじゃ、お酒はおじさんが飲むんだ、で余ったのでな、お寿司10人前でも20人前でもいいだけそう言っといて、どうも恐れ入ります、ご無理なお願いをいたしまして、お腹立ちもなく、いやいや心配しなくてもいいよ、息子さんかい、いいせがれさんだね、いくつだ、へ12でございます、ほう感心だね、12なんて年頃はまだ近所の子供と泥だらけになって遊びたい盛りだが、宿外れ出て一人でも二人でもお客様連れてこようってな、偉いじゃないか、だけどいくらいいせがれだからといって息子はまだ12だ、中には腹立ったり嫌な顔するお客様もありゃしないかい、さようでございます、どうかいたしますとお腹立ちになってお帰りになるお客様もございます、そうだろうね、女中さんの一人も置いた方が商売はしやすいんじゃないかい、ありがとうございます、そのご親切なお言葉に甘えて年寄りの愚痴話を聞いていただきます、私は元前の虎屋の主でございました、ふん、その虎屋の主が何だってネズミ屋の主に変わっちまったんだ、5年前に女房に先立たれまして、奉公人だけでも30何人あります、男の手だけじゃ足りません、目の届かないとこもたくさんにございまして、いろんな方が心配してくれましてな、後添いを持ったらどうだ、あれだこれだ言いに来てくださる方がおりましたが、うちに長く働いておりまして女中頭をしておりますおこん、これを後添いに直しました、もううちの中のことは万事が行き届きまして、ああ
いい後添いをもらったな、喜んでおりましたが、ちょうどその年の七夕祭りでございました。お客様ご存知でしょうか、この仙台の七夕祭りと申しますと、もうにぎわいましてな、金剛金在から見物に出ていらっしゃいます、どこの旅籠屋もいっぱいのお客様、二階のお客様同士で喧嘩が始まります。皿小鉢をぶつける、どんぶりホール、どちらにおけががあってもと思って止めに上がります。荒れております。あっち押され、こっち押され、どなたに押されましたか、思いっきり二階から突き飛ばされました。ダダダダダダ、ひどく腰を打って、打ちどころが悪かったせいか、それっきり腰が立ちません。それから半年ばかしして、手前ども一軒置いて、隣に生駒屋という旅籠屋がございまして、私とは喧嘩友達で見舞いに来てくれましてな。おい右兵衛、私右兵衛と申します。右兵衛、お前せがれの体見てやったことがあるか。お前の腰の抜けてるのは知ってるが、両肩までふぬけになっているとは知らなかった。お前みたいな白状のやつとはもう付き合いをしないからな。畳を蹴立って帰りました。おい生駒屋、はて気になることを、妙なことを言ったと思っているとこへ、寺子屋からせがれが帰ってまいります。おいせがれ、裸になってごらんと申しますと、もじもじしておりまして、裸になります。裸にならねえかと脅かしつけますと、いやいやながら着物を脱いだのを見て驚きました。体中生傷だらけ。お前この傷はどうしたんだと聞くと、近所の子供と喧嘩したんだという。バカなことを言え、子供の喧嘩でこんな傷ができるか。本当のことを言わねえと承知しねえぞって言いますと、裸のまんま私の首玉石がみついてきまして、お父さん、おっかちゃんはなぜ死んだんだ言われました時には、私も泣けました。えらいことをした、自分の言葉し考えてて、せがれのためを思ってやれなかった。すぐ番頭を呼びまして、その自分ここが物置でございまして、私とせがれは前へ移るから掃除をしとくれ、こっち行きましてから、まあ三度のものは前から運ばしてましたが、これが一月ばかしいたしますと、三度のものが二度になる、しまいには一度になります。せがれを取りにやると、今お客様が忙しいところ、病人の世話なんぞしていられるか、せがれの頭はぶったとか殴ったとか、私は腹が立ちましてね、いくら子供とはいえ主のせがれだ、番頭が手を挙げるとは何事だ。腹は立ちましたが腰は立ちません。生駒屋が、あい、お前たちの食いぶちぐれは見てやるから、三度三度生駒屋が運んでくれてましたが、ある時生駒屋が顔色を変えて手前どもへ飛び込んできまして、おい右兵衛、お前前の虎屋をいつ番頭に譲り渡したと、こういう。冗談言っちゃいけないよ生駒屋、そんなことをした覚えはないってと。いやそうでない、あんまり番頭のやり口がひどいから文句を言いに行くと、生駒屋さん、この虎屋と前の旦那様とはもう何の関わり合いもございません、これをご覧くださいと見せられたのが、譲り渡すものなりという一冊が入って、首と釣り替えの印行が押してある。お前この印行をどうしたと言われて、しまった、おこんに預けっぱなしだったと気がついた時にはもう間に合いません。はい、お前たち二人ぐらいはどうにでも面倒を見てやるから心配するな。何から何まで生駒屋に厄介になってましたが、せがれが言いますには、ただ遊んでておじちゃんに食べさせてもらってたんじゃ、こっちと同じだ、二階に二間ある、汚くてもいいからお客様に泊まってもらおうじゃないか、おいらが宿外れ出て一人でも二人でもお客様連れてくれば、親子なんとか命がつなげると、まあこういうわけでございましてな、ご無理なお願いを言って泊まっていただいているようなわけでございまして。ああなるほどね、じゃあお前さんがそのはしごたん落っこって腰が抜けた、うん、三月半年と経つうちに番頭がおこんさんの袖を引っ張ったってやつだ。へえ、ひどい人たちだね、飼い犬に手を噛まれるなんてことを言うが。
でネズミ屋って名前さようでございます。どういうわけでネズミ屋だ。前の虎屋は番頭に乗っ取られましたがな、こちら物置でネズミがたくさんおりまして、そこをせがれた私二人で乗っ取ったようなもんでございますから、ネズミにぎり立てましてネズミ屋といたしました。おお、なるほどね、ネズミにぎりを立てる。お父っつぁん、じゃあお客様を一人でも二人でも引くように私がネズミを掘ってあげよう。はあ、お客様は掘り物をなさいますか。ありがとうございます。掘り物ではこの仙台にもかなり名の売れた方もおいでになり、まだ宿帳をつけさせていただいておりません。腰は立ちませんが筆は立ちます。ご正国はどちらでございましょう。飛騨の高山です。はあ、これはまたご遠方からはるばるこの仙台の。いや、もう直に来たわけじゃありません。江戸へ出ましてね、かれこれ13年にもなりますかね、いまだに人のうち厄介になってる風来坊ですよ。あ、そうですか。江戸はどちら様。日本橋立花町大工政五郎内陣五郎としてください。では甚五郎っておっしゃいましたが、では今お名高いあの左甚五郎先生で。なんだね、音、え、名人だ。バカなことをおっしゃっちゃ困る。人さんはそんなことを言われるが、いやいや、扱いが変わるとかえって気が詰まるから、私のね、好きなようにさしてください。金を山ほど積まれても自分がやろうという気にならなきゃ飲み持たない人ですが、一文の銭にならなくってもいざ仕事にかかろうとなると魂を打ち込んでこれに当たります。明くる朝までネズミを一匹掘り上げました。坊や、そこにたらいがあるね。だいぶ汚れてるが、それ借りてもいいかい。あ、そうか、じゃあ今手を貸すよ。たらいの中へ掘り上がったネズミを入れて上へ竹網をかけました。お父っつぁん、いろいろお世話になったね。縁と時節があったらまた会いましょう。どうも先生、いろいろご親切にありがとうございます。すっかりお世話になりまして、このご恩は忘れませんで。へ、道中お気をつけなさって、またこちらへおいでの節には遠慮なくお立ち寄りくださいまし。へ、ありがとうございました。ごめんくださいまし。おい、ちょっくら見ろや。ネズミ屋さんの名に何か聞いてあるだよ。飛騨高山甚五郎作福ネズミ。ほてな、聞いたことねえな。おめえも初めてだんべ。ちょっくら待ってろ、ネズミ屋さんに聞いてんべ。ネズミ屋さん、あのここに飛騨高山甚五郎作福ネズミと書いてあるが、これとっつぁんとこにあるかね。へえへえ、ありますよ。そこにたらいが出てるでしょ。その中に入ってますよ。へ、このたれん中にネズミが。甚五郎先生が掘ったもんかね。へえ、ちょっくら見せてもらう。ええかね、見せてもらう。ええから、こっち行こう、こっち行こう。ああ、なかなかな名人の甚五郎先生のこせたもんだ。この中言ってるよ。妙な色気のネズミだ。木掘っただからな。ちょっくら見ろや、このネズミが動くぞ。兄をバカなこと言ってるだ。木掘ったものが動くわけあるめ。動くだよ。ちょっくら覗いてみろ。おめえは人間が慌てもんだでな。自分の体動いたでネズミ動いたように見えるだ。木掘ったものが動くわけあるめ。動くだ。ちょっくら覗いてみろ。どいてみろ、どいてみろ。これが動くか。うん、これ動くな、動くべ。へえ、大したもんだな。さすがは名人の甚五郎先生。えれえことになったところは、どうしたどうしたでね、ただし書きが消えてあるだい。ただし、このネズミご覧の方は土地の人旅の人を問わず当ネズミ屋へお泊まりのほど御願へ申す上げます甚五郎。こりゃダメだ。二人とも今夜ネズミ屋へ泊まらねばなんねえぞ。バカこくでねえよ。おらとこっから11丁しかねえものをおめえ泊まるなんて。11丁でも12丁でもダメだ。甚五郎先生に泊まってくんろと頼まれてな、このまま背中向けて帰るわけにいかねえ。おめえ変なものを覗くからいかねえだ。おらとこのかかさまやきもち焼きだでな、せんでえ泊まってきた。バカこくでねえ。おらとことせんでえとどれだけ離れてるだ。また脇もぐずり込んで悪いことぶってきたにちげえねえ。おらとこのかかさま喧嘩つおいだど。
四の字固めで何でもするだから大丈夫だ、おらに任して。ネズミ屋さん、今夜二人泊めてもらえますよ。泊まってくれますか。へえ、ありがとうございます。あくる日、この二人が村へ帰って話をする。噂は噂を呼んで、ネズミ屋のネズミが動くから見に行こうってんで、日が経つにつれてお客様の数は増える一方、もう10日もするってえとネズミ屋さんが朝起きてガラッと戸を開けるってえと余列に並んでずーっ、おーいネズミ屋さん、すまねえ、5人だ、止めてもらうぜ。へえ、ありがとうございますが、せっかくですが何かい二間んところへ86人様がお泊まりで、横になるわけには参りませんがな。ああ、いいよ、一晩ぐらい馬じゃねえが立って寝ら。いや、立っても寝られません。あとはもう天井へぶら下がるよりしょうがない、星垣だね。まるでこんな風ですから、もう大層な繁盛。これに引き換えて虎屋の方は薄情な男だってえのが評判になるから、一人減り二人減りして、しまいには一人も客が来なくなる。怒ったのが番頭で、ちくしょうネズミ屋の野郎、味なまねえしやがって。向こうが甚五郎ならこっちにも考えると、これから伊達様のお抱えで飯田丹下という彫り物師がありました。若い頃には甚五郎と張り合ったというくらいのもん。先生、甚五郎がネズミを掘りまして動くために手前どもへお客様は来てくださいません。一つ虎屋にふさわしい虎をお掘り願いとご存じま、お礼はいかほどでも差し上げますので。何、甚五郎がね、相手に不足はない。じゃあ掘らしてもらいましょう。飯田丹下が3日3晩かかってうわっ掘り上がったやつを虎屋の2階の手すりんところへベンと据えると、ちょうどこの虎がネズミ屋のネズミをカーッと睨むような形になる。ちょろ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 っと動いていたネズミがピタッ、お父っつぁん大変だ、ネズミが動かなくなっちゃう。なんだなんだ、そんな店先で大きな声を出すんじゃ。え、どうしたんだ。ネズミが動かねえ。いや、どういう、泣いてちゃわからないよ。なんだ、虎屋へ虎が座った。どこだその虎ってえな。2階の手す、小番頭の野郎、あんなにまでして。と右兵が腹を立てた。腹を立てた途端に腰が立ちました。これは腹を立てたから腰が立ったんじゃないんですな。腰はもう2年前に立っていたんですが、立たないと思って立たなかったから立たなかった。これは二度言うと舌を噛む。すぐ甚五郎へ手紙を書きました。私の腰が立ちました、ネズミの腰が抜けました。変な手紙。これを見ると甚五郎が二代目政五郎を連れて仙台へ乗り込んできました。どうも先生、お久しゅうございます。その節はいろいろとありがとうございます。いやいや、たびたび手紙をありがとう。今ね、宿外れまで宇野坊が迎えに来てくれてたが、すっかり大きくなっちまってな、おじちゃんと言われて、あ、宇野坊だったかとやっと気のつくような始末だ。大層な繁盛だそうで。ありがとうございます。おかげさまで従前のように大勢人も使えるようになりまして、立て増しもいたしま、いや結構結構。手紙を見たがね、ネズミが動かなくなった。ほうほう、飯田丹下さんが虎を掘った。ほうほう、飯田さんがね、その虎ってえのはどこに、いやいや、あ、まあまあ見せてもらいましょう。虎屋の2階の手すりのとこ、はあはあ、飯田さんの掘った虎というのはあれか。おい政坊、お前のお父っつぁんって人は大工の方じゃ名人とまで言われたほどの人だが、お前の目から見てあの虎をどう思う。そうですね、あっしはまだおじさんの目ですが、若造駆け出しですからね。おめえ仕事をしてみろ、掘り上げてみろと言われましても、あれだけの仕事はできませんがね、見る目は持ってるつもりだ。腹の中からのデイクですからね。まあ死の見たところにはおじさんの目ですが、それほどのいい出来とは思えませんがね。お前もそう思うか。わしもそれほどの仕事じゃないと思うがな、あの虎は目に恨みを含んで、飯田さん心が動いてるな。虎という獣はごくいいのになると、応答の虎といって
下いんところへ王という島が出てくるそうだが、それほどのいい虎とは思いにくいがな。おいネズミ、わしゃお前を掘る時に世の中の何事も忘れて魂を打ち込んでお前を掘り上げたつもりだ。お前あんな虎が怖いか。え、あれ虎ですか。あっしは猫かと思った。